七星君チャンネルです。後ろの車、昔からねずっと走ってて一線で、まあ、活躍してる選手で、ドリテンにも特集されてたりとか、分かる人多いと思うんで、今日はこちらの180のオーナーの菅野さんです。よろしくお願いします。いやー、今日偶然ですね、会ったの。あ、そうですね。エア抜きタンクがめっちゃ効くっていう話を俺最近聞いてて、まあ、俺もなんかこれつけてからすごい冷えてる気がするんですけど、これつけてからなんか体感とかあったりします？特になんかこう何度下がったとかっていうのは正直ちょっと分かんないですけど、はいはいはい、ただエア抜きの、はい、エアを抜く場所とか、はい、そこら辺をちょっと考えないと、あんまりこう体感の仕方考えないと、まだ冷えてないクーラントが、はい、ここを通って、はいはいはい、そのままロアホースに合流して吸い込まれていくんですけど、結構そういうのもあったりとかして。そうか、それだと意味がなくなっちゃうわけですもんね。なんかまあちょっと自分なりに考えて、じゃあちゃんとあれか、意味のある配管の取り回し。これはだから HPI の、 あの、はい、サイドタンク式の。あ、本当だ、上にアッパーないやつだ。あ、そうか、そうか、これなきゃ絶対ダメな。そう、今の入れられないんで。そっかそっかそっか、これそっか、一般の人見てわかんないかもしれないけど、これ上にあの、ここね、ここにあれがないんですよ、上の蓋、このこういうやつが。だからエア抜きタンクをね、絶対つけなきゃつけられないっていう。まあ要はサイドタンク式になってると何がメリットなんでしたっけ？普通はまあここからこうアッパーのタンクからこう下に降りてってって感じなんですけど、その水の その流れの効率が悪いというか、あのタンクフローだと一応こう中で横に動いて長く滞留してくれて、あれか、冷えるのか。そうですね。これは結構やっぱ下がりましたね。あ、それ下がるんですね。でこのエア抜きタンク云々というよりも、あ、このサイドコアタンクにした方がやっぱり冷えました。クランクプーリーの真ん中のところって、これも普通と違う気がするんですけど、真ん中、あのこのなん、これノーマルなんですか、これ。あ、これはこれも HPI のプーリーですね。あ、そうなんですね。ああ、これもレバー比が変わるんですか。これは軽量化変わんないんじゃないですかね。エンジンルームで、はい、ここちょっと大変だったなとか、工夫してる部分だとかなんかあったりします？エンジンルームで言えば、この足、はい、この調整というか、あ、こういう、なんすかこれ、え、こういうのがちょっと大変だったぐらい。これどういうことですか、このアッパー。これなんかみんながよく見たことある状態じゃなくなってる。これキャンバーとキャスターを同時にできるようになってるとですか。これ GK テックのアッパー。え、これじゃあ GK テックが組んであるんですか。ここ GK テック使ってたらここだけです。あ、そこだけ使って、要はキャンバーとキャスターの調整ができるように。はい、これはすげえな。もうストアタワーに食い込んでるもの、ショックの。まあちょっとショックがこう上に飛び出てるタイプだったんで、まあ、仕方なく切っちゃいました。でもこれであれですか、じゃあキャンバーとキャスターもこういう調整とかもやって数値出してるんですね。そうですね、だからテンションロットとか、はい、そういうのはもういじらずに。あ、そこで全部キャスターはここでやって、キャンバーはこっちで全開に起こして、ブラケット側で前回寝かして。じゃあロアームの長さでだいたいそのキャンバーがついてるっていう。ロアームの長さではなくて、あの、なんですかね、車庫調のブラケットの。あ、はいはい、角度で、あの、あ、はいはい、あれでやってます、ね、上下のボルトのその位置の関係でキャンバーをつけると、はい、だから ロアームは、まあ、14の純正ぐらいと同じぐらいの長さだと思います。なるほどな。 GK のアッパーをこれでセッティングもじゃあ取りやすくなるとですね。まだ全然答えは出てないですけどね。まあまあ、でも、え、でもこの状態になって結構もう走ってるんですよね。そうですね、まあこれでもうしばらく、とりあえずは今のところ問題なしで、うん、いや結構ありますね、なんかいろいろな話が。そうですね、もう27年乗ってるんで、まあ細かいところまで。さあ、黒煙もくもくで、すげえ煙が。菅野さん、高速コーナー、いやー、これは裏ストレートも来たー、裏三発、おい、おいおいおい、綺麗にまとまった。いやー、そしてこのまま最終から立ち上がってくるのか。来た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 、す
素晴らしい。おい、おお、ちょっと流れたけど持ってった。運転席の方ちょっと案内してもらってもいいですか。運転席グリッドのフルバケ。フルバケって走ることだけじゃなくて、ね、サーキットオンリーだったらあれですけど、街中移動してくるわけじゃないですか。その時になんかフルバケによってはきつかったとかあったりするんですか。あ、ありますね。あります、うん、ちなみに どんなあれですか。前がジーグ3ってやつかな、はいはい、使ってて結構あのホールド性はすごい良かったんですけど、はいはい、なんかちょっとこう猫背っぽいようなこう感じの背もたれの形になってて、結構あの辛かったです。移動が2時間3時間とかなるとちょっときついってことですね。そうですね。これはじゃあそういう意味で言うと、まあ、うん、ちょうど OK な感じですね、まあうん、あのさっきと走っても別に問題ないし、確かにこれだったらなんか猫背っぽくなんなそうですよね、はい、ちょっと後ろね傾斜気味な感じなんで、はい、普通にロールバーを後ろめっちゃ組んであんな。でこれ何点式になるんですか。数えたことないね。へえー、まあ、サイドバーが入ってる状態で、あ、しかもこれなんかボディに止まってんすね。はあ、なんか面白いですねこの止まり方。これはちょっと自分でやってないんで、ピラーのところにボルトでなんかね、ここは高さ合わせてなんかね、こうやって固定してます。こっちはね、これはあの見たことある人もいるんじゃないですかね、友締めというかそういうタイプですね。で下のところにも横がね左右でつながってて、後ろがバッテンに横にも入ってて、で普通に例えば180用のロールバーって買うと どういうふうについてくるものなんですか。これ、まあ、サイトロールケージのやつです、はいはい、これ、まあ、ここまでですね。これ今ちょっとこう切っちゃってますけど、あ、これはあの、まあ、シートベルトを固定するためにやってるだけで、はいはいはい、ここで遮光バーが入ってるみたいな。じゃあ一般的なシルビアのロールバーと同じように、そのタイヤハウスのそういうところに落ち込んでおしまいで、後ろにこうやって来ないってことですよね。あ、そうですね。これこっからこっちはまあ一応作ってそういうことですよね、はい、いやこれすげえな。つかここのボックスなんすか。これ完全にワンオフで作ってるんですね。はい、この中でなんかこう繋がってるらしいです。あ、中でも繋がってんですね、この。このなんか3本が繋がってるらしいです。見たことないんで。確かに切んなきゃ見えないけど。この点数すごいな。そのボックスの中から結局一番後ろまで。これ、菅野さんあれっすね。もし大事故やったら超やばいっすね。まあ、後ろはからはちょっといけないっすね。事故るなら前から。まあそうですね。いや、これ、後ろがもしぐっしゃりいったら、なんか板金修理できるのかなっていうなんか歪み方をしそうな。はあ、まあでもその代わりボディガッチガチになってるとですもんね。そうです。別にここまでねやんなくても全然大丈夫だといいとは思うけど、あ、まあこれはもう、ね、はいはい、自己満っていうか、いやでもかっこいいですねこれ。まあなんかちょっとそういう見た目的にも、あ、いいですね。ボディオークやるとやっぱこれロールバー変わります、ここまでやると。あ、やっぱりここまでやって、はい、十何年も前のにやったんですけど。あ、そんな前なんですね。はい、で茂原シェイクダウンで行って、はい、最初午前中ぐらいはちょっとできなかったんですね。あ、ボディが良すぎて、まあ、とりあえず変化はあった。それはいいか悪いか別として、やっぱ変わったんで結構細かい下りの S 字とかそこら辺で結構やっぱり手間取って慣れるのにやっぱりちょっと時間がかかりましたけど、まあ慣れちゃえば効果があるっすね。まあでもここまでやってようやく1音のノーマルぐらいに近づけたのかな。そんなに1音っていいんすか。1音というか、まあやっぱり1音のいいし、1音よりもやっぱりイチゴの方が、あ、やっぱりイチゴなんかまあたまにね借りて乗ったりするけど、やっぱり全然やっぱり違うので、いくらやってもやっぱりボディに関してはもう追いつけないと思います。あ、まあ、そう考えたらイチゴってやっぱすごいんすね。やっぱり、うん、そうだと思います。鉄板の厚みとかもね多分違うと思うし、もうそこら辺はもうどうしようもないんで。十何年の間リア回り事故ってないってことですね。これすごいな。そうですね。これあれですね、リアゲート FRP ですか。はい。あ、でアクリルウィンドウで、軽量化しっかりやってありますもんね。なんかね、ナンバー付きでって言っても、まあ結構ロールゲージであの重くなっちゃってるかもしれない。あ、まあ、その分を、うん、ただまあ、はい、どうなんですかね。まあ軽量、はい、まあ8とかノーマルでも
いいのかもしれないし、ちょっとそこら辺もわかんないです。あ、まあでもクォーターもこれアクリルですね、はい。かなりブリッとワイド化されて見えない下回り、普通の車となんか違うようなことしてたりとかするんですか、なんか。ちょっとここは少しこだわったなとか。とりあえずそのついてるパーツ、はい、アームとかその車高調とか、はい、そういったパーツは別にありきたりな一通りついてはいるんですけど、まあ、本当にあのいろんなものを試して、まあ、デフにしてもそうだし、はい、ミッションにしても何でもいろんなものを試して買い替えてやってたんで、だからそのあってみて特別なものないとは思うんですけど、いろいろ試した結果これに行き着いてるみたいなのが、はい、あ、それちょっとあれですね、見てる人に教えてあげてもらいたいですけど、いや、まあ、なかなかちょっと説明しづらい。とりあえずミッション何がついてるんですか。ミッションは Z のミッション。あ、 Z33、 はい。最近多いよな。あれでもなんか思ったよりシフトの位置まともな位置に来てるな。そうですね。あれなんでこんな普通の位置に来てんすか。全然なんか結構前目になってる人が多いと思うんですけど、あの曲げたりとかしないで普通にストレートに来てます。 Z33 ちなみに何年ぐらい前から。これはでも去年、去年、1年半ぐらい前。あ、じゃあもうこれ全然ご機嫌な感じですね。そうです。デフに関してはどうなんですか。それは LSD をいろいろ試したってことですか。そうですね、 LSD も試したし、あとはあのウェイスっていうんですか、あのワンウェイとかツーウェイとか 1.5 ウェイとか。え、ちなみに今何ウェイなんですか。今あのワンウェイです。ワンウェイ、はい。それも結構珍しい感じですか。そうですね。まあ、それも多分だからデフとかにもよるとは思うんですけど、今 OS のスーパーロック LSD っていうのがついてて、結構あのがっつり効くタイプなんで、あの 1.5 とかに 2A なんかもうちもそうだし、 1.5 はでも減速側でも結構強く効いちゃうんで、 1.5A とかが効いちゃうんで、自分的にはその結構繰り返しとかもうスパスパやりたい派なんで、はいはいはい、そのアクセルを送った時にすぐ車の向きが変わるようにっていうことで、それでまあワンウェイにしてます。あ、じゃあワンウェイとかツーウェイとか乗り比べれば分かるっすね。まあ乗り比べれば分かると思うんです。乗り比べれば、はい。まあ、アクセル踏んでる時は多分分かんないと思うんですけど、結構繰り返しの時とかそういう時は分かると思うんです。俺ツーウェイしか使ったことないよね。で OS はまあ結構やっぱりあの耐久性もいいんで。へえ。じゃあミッションデフあたりが結構いろいろやった結果そうなったと。そうですね、いろいろミッションもミス6とか HPI、 まあいろいろね、あ、 HPI も試したんですね。ミス6と HPI ってまあギア比は同じなんでしょうけど強度が違うって話じゃないですか、うん。まあでも結局はよく分かんないですか、使ってる分には。ミッションとかは基本的に壊したこと今までないんですね。ないんで一回もないんです。え、純正ミッションも壊したことないですか。ないですね。マジっすか、はい。1回もないです。やっぱりこう自走とかなんで、はいはいはい、壊したくないっていうのも、壊れたら困るっていうのもあるから、まあ、それでまあ Z でしょ。いやー、まあ Z を壊した人ってまあまあなかなかいないと思うんで、壊れてないけどやっぱり違うのを試してどんどん良くしてたって感じなんですね。そうですね。じゃあデフブローもないですか。ファイナルブローはありますね。ああ、はい、うん、まあまあそれは結構ねありますよね。いやー、何かといろんなことが詰まってるけども、ちなみにタイヤがフロントが23540のバリノの R ですね。お尻はちなみにあれですか、これはケンダー。サイズが265358、サイズも大体これですか。そうですね、あのドライとウェットとかで若干ちょっと、はい、あの変えたりとかしてるぐらいで。あ、ウェットでちなみにケンダーってどういう風に使ってるんですか。ウェットだと23545の17、そうですね、ちょっと細くして、細くして厚みを増してっていう感じの方がウェットはまあ調子いい。それ結構すごい情報ですね。自走なんでタイヤの詰める歩数も決まってるんで、やっぱ持ちのいい剣打でこう走ってるんで、まあ、剣打ででもやっぱりこう負けたくないんで、あ、いい走りで、そう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 、だから剣打でどれだけ速く走れるかっていうところで、ああ、その研究して、そうですね、取り組んでると思うんですね。いや、それいいっすね。今ほらタイヤ競争みたいになってるから、うん、これ何本詰めるんですか、スペア。まあ、4本。4本いけるんですか、これ。後ろに2本入るんで。後ろに、ここのトランクルームに2本詰んで。2本入って、まあ、助手席の後ろに1本入って。ああ、助手席の後ろ。あと、まあ、助手席に1本。1本積んで、はい。あ、それで計4本ですね。はい。なるほど。じゃあ、ちょっとそんな菅野選手の走りを、ちょっとお届けしていきたいと思いますんで。よろしくお願いします。はい。
さあ、菅野さんの横に乗せてもらうことになりました。よろしくお願いします。でしょうか。本当に楽しかった。横に乗せてもらえてね、いろいろ体験もできて、菅野さんから学ぶことっていっぱいあって、例えばさっき聞いたのだと、実はエンジンも一回も壊したことないんですって。エンジンも壊したことない、ミッションも壊したことない。すごくないですか。だってすごい年数ドリフトやってんすよ。普通はだいたい壊しちゃったとかなんかいろいろあるのに、エンジンだって一回途中でねオーバーホーラーかけたみたいですけど、でもそれで平成8年から新車で乗ってると、どういうことというね話で、で菅野さんはガレージね、借りてるガレージを持ってて、そこにね私ちょっと訪問してみたいと思います。でそこでもねちょっといろんな話聞いたりとか、ちょっとそこのねガレージ見させてもらったりとか、まあいろいろまたやっていきたいと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。